サネカズラは、松蔵カサネカズラ族に分類される、常緑鶴製木元の一種。別名、美南カズラ、サナカズラとも言う。別名の美南カズラの名は、若い鶴から粘液を取って、昔は、男性の噛みつけ油に使われていたことに由来する。また、大阪では、美女カズラと称したとも言われている。またサナカズラは、枝に粘液が含まれ、粘ることによるとされている。 中国南部、台湾、日本に分布する。旧植物園系のデータベースワールドチェックリストオブセレクテッドプラント、ファミリーズでは中国には分布せず、代わりに朝鮮南部に分布するとしている。日本では本州、四国、九州、沖縄に分布する。団地に自生し、丘陵、山野の紅葉樹林の林園、林床などで見られる。庭木としてもよく植えられる。 上緑、または、繁盛緑の鶴生の元木で、他の植物に絡まって広がる。茎はツルとなり、巻き方向は、右から左へと巻きつき、丈夫で柔らかい。春から夏にかけて、直立して茎を伸ばし、夏から秋にかけて成長した鶴が縄のように、絡まり合う。鶴生であるが、他のツル植物と比べて、あまり巻きつく印象はなく、一般的な若木と見た目が紛らわしい。 鶴が若いうちは赤紫色で粘液を含んでいる。鶴が太くなるとコルク層が発達し樹皮はゴツゴツした肺褐色になり太さ2センチメートルほどになる。葉は五生子、長楕円型から長卵系と葉型は様々で長さ5から1 2センチメートル。表面は能力色でやや光沢があり、葉質は厚みがあって柔らかくなめし側のような手触りがする。 葉園には低い虚子があって日当たり具合などによって目立つものから目立たないものまで変異が大きい。葉の裏面は海緑色でよく赤紫色の反紋が出て紫色を帯びる。葉平は淡い紅色を帯びている。私有一種、しばしば私有同種。花期は夏の7から8月頃で新枝の溶液から長さ2センチメートル前後の花柄が垂れ下がり、 先端に1個の炭鉱色の小さな花を下向きに咲かせる。花は葉の影であまり目立たない。花は径は1から2センチメートルほどで、雌花は普通お花よりも小さい。花弁と学編の区別ははっきりせず、単行色をした9から15枚前後の白い可比片に包まれ、外側のものは内側よりも大きい。お株のお花の中央に紅色のおしべが、 球状に固まって集まり、目株の目花はの中央に、単緑色の目シベの集合体があり、カ部は脂肪になっていて、その側面から花柱が突き出している。柿は秋から晩秋で、花が終わると長い花柄の先に、目花の伸びた箇所が球状に膨らみ、木一号を大きくしたような艶がある。真っ赤なつぶつぶの丸い集合花がぶら下がって実る。 果実の柄は伸びて7センチメートルになることもあり、より目につくようになる。果実は液化で、単価は計1センチメートルほどで、全体では3センチメートルほどになる。和菓子の科の子持ちを思わせる果実は、初頭の林園でよく目立つ。11月頃に熟すと、果実はここに落ちて、後には、やはり真っ赤な、膨らんだ果称が残る。 種子は一つの液化に2から3個ずつ入っており、種子は長さ5ト、mm、ルの腎臓型で、表面は光沢があり滑らかである。栽培は、刺し木、株分けで繁殖させることができ、柿栽培に向いている。庭木や盆栽として利用されている。鶴は柔らかいので、カゴ材や縄の代用としても使われる。生の形容から出る粘液をビナンクズ。 赤く熟した果実を乾燥したものは南ゴミシと言い,い、生薬となる。形容は利用する都度に生のものを採取するか夏に刈り取って陰干しして保存する。果実は晩秋に熟した果実を採取し、天日で乾燥して保存する。果実は滋養競争、疲労回復に役立つものと言われ、漢方薬のゴミシの代わりに使うこともある。 本州の中北部に多い朝鮮ゴミ市の寒果はゴミ市に近いが酸味は弱い。果実は食べても味はしないが果実種に利用できる。また、慶応は2倍量の水に入れておくと粘液が出るのでその液を頭髪につけて生発量として利用できる。奈良時代に成立した和歌集とされる万葉集や中世に成立した百人一種にも登場し古くから 果実の美しさが人を引きつけてきた。古家には、しばしば、サネカズラ、サナカ、ズラとして読まれ、サネの掛け言葉として使われる。サネカズラ族は、松武坂に分類される一族。なお、WCSP が利用している、地域区分は分類学データベース、専門調査委員会、二段階目のアジア東部までは、共通しているものの、三段階目で日本と沖縄を含む、 南西諸島とが別々の区分に分けられているということに留意されたい。ありがとうございます。